かってことは上を目指せばいいんだな。そうね。ただ気をつけて、即死級の危険なトラップがいくつも仕掛けられてるから。はあ？自分らの工場になんでそないな物騒なもんが仕掛けられとんねん。こいつ、天使の侵入を阻むためよ。違うと言っているのに、味方同士じゃなかったの？ま、今は結託するしかないようだけど、そのトラップにかかろうとも私たちの世界では死ななかった。でも敵も武器もあなたたちの世界のもの。死ぬかもしれないってことかよ。くそ、恐ろしいところだった。そんな状況なのだけど、いける？入江さん、一人置いていかれるよりはマシなのでついていきますが。もう一つ聞きたい。お前たちが作ったんなら、どこにどんなトラップがあるのかも把握してるんだよな。そこが厄介なのよね。無法地帯のようにトラップは作られていたから、味方でも把握しきれなくなったの。そこからどうやって武器を調達してるんだよ。解除してもらって。お前たちがここにいるってことは、解除されてる可能性もあるんじゃないか。そんなもてあそび方すると思う？じゃあ全て稼働してると考えるべきなのかよ。スリルがあって楽しめそうじゃん。死んだらそこで終わりだからな。フーレンちゃんでした。グイなんて言わねえだろ。ミリアさん、陽動部隊だったのに様になってるじゃない。もう敵をドラムだと思い込むことにしたんです。楽器をそんなに憎んで叩いてたのかよ。いえ、演奏中の彼女は変貌したかのようにトランス状態に陥るの。戦いにおいて正解よ。敵に回すとこうなるの。
アイテムが落ちてる。拾うしかねえよな。カレンちゃんでした。成り行きで進んでるけど、どんな状況だ。拾っておきましょう。不思議なことに自分相手やと強敵だけ。焦らず慎重に行くぞ。やばそうな奴がいるな。油断するなよ。排除完了っと。あそこにアイテムがあるわね。役に立つのかしら。不思議なことに自分相手やと緊張せん。なんでよ。等しく緊張しなさいよ。成り行きで進んでるけど、どんな状況だよ。ユッキーもワクワクしてきたぞ。行くぜ。焦らず慎重に行くぞ。もらった。おねむの量やな。一気に出せねえ。そこだ。このチャンス逃がさへん。そこよ。その調子だ。もらった。アイテムなんて落ちてるのね。ゲームみたい。不思議なことに自分相手やと緊張せん。なんでアイテムが落ちてる。等しく緊張しなさいよ。拾うしかねえよな。不思議なことに自分相手やと緊張せん。なんでよ。等しく緊張しなさいよ。成り行きで進んでるけど、どんな状況だよ。ユッキーもワクワクしてきたぞ。このドアをくぐらないといけないのだけど。タッチパネルのようなものがあるな。解除してくれよ。そうなのだけど、何この解除方法。あんたたちが使っていた場所だろ。何驚いてんの。お題のようなものが記してあるの。読むわよ。こんなアニメは見たくない。その第1話の予告とは。なんだそりゃ。とりあえずボタンがあるから押してみるわ。
なんだこの音。その言葉が画面に出てる。今のも出た。次々に浮かび上がる私たちの言葉。何が起こってるんだ。何でもいいじゃない。確かにそんなアニメの第1話見たくねえ。なんやこのメーター。少し上がったが、一番上まで上がらないとダメなのか。封切りで上げろってのすげえ。そんなセキュリティよく作れたな。いやいや、セキュリティになってねえよ。なんなんだよ、説明してくれよ。おかしい、こんなの作った覚えはない。でも確かにこのドアを開けるにはお題で高得点を叩き出すしかないみたい。うちには関西出身のめぐみんがいるから頼もしいな。芸人やないわ、サイキックかよ。じゃあ31A でやってみようぜ。ポチッと。おい、タマ。彼に結婚しよう。キューレンちゃんでした。やっぱ仲間っていいもんだな。いやいや、タイトルは誰がつけてんだよ。それがオチになってたじゃねえかよ。いけ、頼む。あー、止まっちゃった。ユッキーが参加しないからだよ。入る隙間がなかったんだ。数打っても高得点は出せないわ。ちゃんと打ち合わせしてから臨まない。そうだな、そうそっか。じゃ、押すわよ。とにかく熱量の高い作品だったわね。元からファンで、原作は何度も読み返してます。すごく思い入れの深いキャラが演じられたなと。終わってみれば一瞬だったな。このシーンがお気に入り。第1話から何を見せられるんだよ。え、絶対面白いわ。笑いをこらえるのに必死だったもの。お前そんなキャラなのか、合ってるのか。一本これで先に進めるな。結局今の茶番みたいなのは何だったんだ。さあ、神が余興を楽しんでるんじゃない。はしご発見。登っていけばいいんだな。ええ、先に行くわ。あれ、まだ出口じゃないの？ええ、ギルドは幾重にも階層が分かれてるの。今はそのどのあたりなんだ？それは私にも分からない。人がいる。うちの仲間じゃねえな。お前らの知り合いじゃないのか？違う、制服を着ていないもの。後ろから似たような人たちがゾロゾロと現れましたよ。手を振っているわ。よう、どうした。正体もわからないのに近づいていける勇気がすごいわね。大丈夫だって、グローブとバット持ってるから敵じゃないよ。はぁ、グローブとバット。とにかく私たちも行こう。ふんふん、なるほど。ボディーランゲージで会話してる。相手は話せないのか。どういう連中なんだ。ね、私らと野球がしたいってよ。ちょうど9対9だし。こんな状況で野球？そんなことしてる場合じゃないだろ。出ないと通してくれないんだって。意味わかんねえ。ハモっちゃったじゃない。なんか負けた気分になるな。なんでよ。苦労させられてるポジションを自覚しちまうからだよ。ねえ、そんな無駄話している場合？
して一番言われたくない奴に言われちまったよ。どうして私なの？一番ぼーっとしてるからだよ。人を見た目だけで判断しちゃいけないわ。いや、多分合ってるよ。それは違うと思います。入ってくんなよ。大体合ってんだよ。私の言ってることの方が正解なんだよ。試合やりましょう。なんでお前が燃えてんだよ。生徒会は主催する側で、球技大会には参加したことないから。私も燃えてきたぜ。ええやないか。やっちゃる。こんな状況で試合する気かよ。ひでえ集まりだな。じゃあよし、しまっていこう。はい、ヒットっと。ランナーは貯めておいたのよ。さて、エースで4番の私の出番きた。打つ方でも才能を見せられるのが怖えよ。天はブツを与えすぎてねえだろうな。ほーら見ろ、与えすぎてた。軽々外野を越えていっちゃった。やるわ。ほうほう、なるほど。またボディーランゲージで会話してる。5回で10対0だから私らのコールド勝ちだって。やったな。最低、野球も強かった。何度も球技大会は経験しましたが、勝ったの初めてかもしれません。こんなに楽しいものだったのね。いやいや、なんでこんなとこで野球なんてさせられるんだよ。みんな満足して帰っていったし、これで先に進めるからいいじゃん。そのゾロゾロ去っていく人たちを追いかけるべきじゃない？帰り道、知ってるかも。ダメだ！消えてる！忽然と。どこから来て、どこに帰っていったってんだよ。ゾッとするようなことを言ったつもりでしょうけど、ゾッとしませんよ！ゾッとしたわ。出た！負けました！何と戦ってんだよ。死後の世界の仕組みが働いているというの？え、どういうこと？いえ、まだわからないわ。とにかく地上を目指しましょう。そうすっか。次はどんなトラップが待つのかしら。ほら、ワクワクしてきたぞ。成り行きで進んでるけど、どんな状況だよ。ユッキーもワクワクしてきたぞ。アイテムが落ちてる。拾うしかねえよな。次はどんな強そうな気がするのかしら。やるしかなさそうね。あたしらならやれるさ。そこよ。はい、一気加勢ね。派手なの行くから、あとは頼んだぞ。どうだ。一気に攻めるぜ。なんかあるで。利用したる。
気合い入れろや。もらった。なんもさせへんで。ここからね。ほらよ、いいんじゃない。拾っておく？不思議なことに自分相手やと緊張せん。なんでよ、等しく緊張しなさいよ。次はどんなトラップが待つのかしら。ほら、ワクワクしてきたぞ。いいもんがあるぜ。役に立ちそうだ。不思議なことに戦闘だ。相手だと緊張せん。頑張りどころね。こんなアニメは見たくない。その特別編の予告とは。じゃあ押すわよ。ようやくたどり着いた。この先に奴が待つのね。長い長い旅だったわ。でもそれも悪くなかった。じゃあ行くとしましょう。誰も死ぬなよ。え、最終決戦は最終話で終わってるものだろ。なんで特別編に持ち越すの。いけ、お願い。あー、食べた。打ち合わせ時点で笑い転げていたのに。相変わらず楽しそうだな。じゃ、押すぜ。なんや、なんかの記事か。まだわかんねえな。不思議な機械に入っていく。細かく刻まれていくわ。あの形状、見たことある、食べたことある。そう、なのに出てこない。予告で正解を出してしまうなんてやるわ。お前のキャラ、本当にそれで合ってんのか。いけ！頼む！あー、止まっちゃった。またユッキーが参加しないからだよ。下は見たろ。じゃあ、押すわよ。違う、違うんです。なんて伝えればいいのよ。もどかしい。つむじ以外の名称なんてこっちは知らないの。ある意味見たいわ。いけ、お願い。
だけショック受けてんだよ。じゃあ、押すぜ。あ、何この小さな包み。可愛らしい。うちには似合わん。これはソース。やばい。きな粉がすげえこぼれるじゃねえか。なあ、どうやって食べるんだよ、これ。それだけでどうやって1話持たせるのか、確かに謎すぎる。一本やってやりました。さすがうちらや。これでまた先に進めるな。はしごだ。いい加減地上で会ってくれよな。先に行くわ。どうだ。残念、まだ地下ね。どこまで続くんだよ、もう。また注意して進むしかないわ。前から危険な場所だったのかしら。何か落ちてる。え、犬のおもちゃ。罠だったりしないの。どっかで見覚えあるわね。危険なものではないと思うけど。子供が落としたのかもな。拾っておこう。おっと、泣き始めた。何かボタンを押しちゃった。手に持っただけだけど。うっせえから置いてけよ。子供の落とし物だったら届けてやりたいじゃん。それでキャンサーまで呼び寄せちまうと思うんだがな。そうなのだけど、なんだかおかしいわ。なんか、キャンサーが寄ってきてませんか。何かありますね。拾いますか。参ります。私らならやれるさ。うりゃ。なんとかなりそうや。八角です。ありがとうございました。ルカちゃんウィン。解除完了っと。あ、何かありますね。拾いますか。なんかキャンサーが寄ってきてませんか。キャンキャンうるさいな。戦闘開始。うちのサイキック見せつけたる。好きにはさせへんで。やるな。当たる。どうだ。一気に畳みかけようぜ。
ポイ捨て到来。想定通りに排除完了っと。なんかキャスターが寄ってきてませんか。泣き声に釣られてきてます。また落ちてますけど。おっと、こいつも子供が落としたのかもな。拾っておこう。おっと、こいつも泣き始めた。でも落とし物なら届けなきゃな。あなた、意外に優しいのね。いやいやいや、一名は何もしてないだろう。キャン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 、うるさいな。落とし物だから届けないと。誰の犬のおもちゃかしら。見覚えがあるけど、もしかして。気をつけ。やるしかなさそうね。なんもさせへんで。ここからね。ショックに見たま。参ります。踊りか。そこよ。うりゃ、オッツであります。なんかキャンサーが寄ってきてませんか。何かありますね。拾いますか。キャンキャン、うるさいな。やってみせるわ。うちのサイキック見せつけたる。好きにはさせへんで。すごい、気にしてます。こいつも子供が落としたのかもな。拾っておこう。よーし、よしよしよし。生きてるわけじゃねえからな。なんかキャンサーが寄ってきてませんか。泣き声に釣られてきてます。誰の犬のおもちゃかしら。見覚えがあるけど、もしかして。行くわよ。キャンキャン、うるさいな。落とし物だから届けないと。あれはなんだろう。拾っておく。やってみせるわ。頑張りどころね。
怒らせると怖いわ。ざっとこんなもんだな。また落ちてます。こいつも子供が落としたのかもな。拾っておこう。だって勝手に泣くんだもん。スイッチとかねえのかよ。切れよ。ないね。なら乾電池抜けよ。そんなパネルのようなものも見当たらないな。向こうに犬小屋みたいなのが見えるんですけど、あそこに届けるというのはどうでしょう。おもちゃの犬をか。それで何か起きるってのかよ。すでに不思議なことならたくさん起きてるわよ。そうしてあげましょう。そうだな。犬小屋に置いておけば子供たちも気づくかもな。うるせえからとっととそうしてくれ。なんかキャンサーが寄ってきてませんか。鳴き声につられてきてます。キャン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 、うるさいな。頑張りどころね。こいつでどうだ。すごい。ほらよ。やっ、いいじゃねえか。一気に行こうぜ。よれ。想定通りに排除完了っと。ご主人を待つんだぞ。変身！犬小屋が消えて扉が現れてる。本当に起き上がった。不思議なことが。またお題よ。こんなアニメは見たくない。その最終話の予告とは。またあれやんのかよ。まあまあ、いいじゃない。じゃ、押すわよ。みんなで頑張った庭いじり。とりあえず読んでみた俳句。意味もわからず見たの。無駄に早く起きるようになった朝。最後の最後に何見せられるんだよ。いけ。お願い。面白いと思ったのに。じゃあ押すぜ。やたら多かった。キャラクター。よくわからなかった。最後の敵。声優も歌えるのに歌唱は別。いつまでも出ないセカンドビート。全身がムズムズするわ。いけ。頼む。あー、止まっちゃった。またユッキーが参加しないからだよ。下は完全にいたろ。押すわよ。
聞いてしまうボーカル曲、無駄に話しかけてしまう猫、作中で言わなすぎて忘れてるセラフィムコード、司令官にもそこがお前の墓場だと言ってのける山脇の神経のずぶとさ。なんだよそれ、なんかのゲームの話かよ。一本開いた。私たち無敵じゃない？お前いつもテンション上がるところおかしいだろ。またはしごだ。これを登れば地上であることを願うぜ。先に行くわ。ああ、頼む。地上ではないな。大量のコンテナ、なんかの保管庫か？補給倉庫よ。え、もしかして。食料と水があるわ。やっと休める。おいタマ！わい！そろそろ緊張解け。そういうお前の方が緊張してんだよ。何に緊張してんだよ。もしかしたら巻き込んじゃったのは私たちの方かもしれない。なんでそう思うの？トラップの仕掛けが仲間に由来していることに気づいたから。大喜利は大山くんが大好きだった。野球は日向くんが野球部だった。犬のおもちゃは、椎名さんのコレクション。神のいたずらなら、そんな仲間の趣味や思考まで取り入れたりしないわ。だったら、何だってんだ？私たちの思い出作り、とか。そんなユリ、冗談が過ぎるわ。いや、あんたが一番楽しんでるじゃない。大喜利とかノリノリじゃない。確かに。この子バカなのか。私たちは死後の世界にいた。それは間違いないのよ。何だ？死んだ記憶もあって、死なない世界で年も取らずに何十年と過ごしていたの。夢とかではなく？集団で見るはずがないわ。目覚めてからすぐにはわからなかったけど、途中から奏ちゃんともすでに和解していることに気づいてた。ようやく思い出してくれたの。ええ、奏ちゃんにもその世界で長い間過ごしていた記憶があるはず。そうね、あるわ。あるんだ、そんな世界。入江さんもそうよね。え、あ、はい、そうです。何十年と居続けて、卒業したのよ、その世界から。ただその後、何が起きたかは覚えていないわ。そりゃそうよね。生まれ変わるにしても、記憶の引き継ぎなんてあるわけない。前世の記憶なんてないもんな。だったら思い出を作っても、消えてなくなるんじゃ。あなたたちにはわからないかもしれない。でも、死後の世界を経験したからわかるの。魂は存在するの。そして次の生に向かうにはそのありようが大事なの。ありよう？徳を積むとかの話か？ううん、そんな大層なものじゃないわ。次の生が楽しみか、それだけのことよ。
じゃあ、あんたらはまだ楽しみじゃないってことか？私はひとまず復讐を果たし終えた。かなでちゃんは？ありがとうを伝えられたわ。入江さんは？え？あれ？もしかしたら、私のせいなんでしょうか？言ってみて。まだ、晴れていない思いがありまして。まだ痛いと思ったのね。はい。すみません、こんなことになって。いいえ、私が残ったのも、かなでちゃんとこんな風に遊びたかったって告げたせいだと思うから、気にしないで。私もそれに呼応するように、残ったのかもね。それらを叶えるには、私たち三人だけじゃ足りなかったのよ。だからあなたたちという新しい仲間と、昔の仲間たちが考えた遊びを用意してくれたのよ。キャンサーが現れるのはどうしてだろうな。共闘するのが一番手っ取り早く仲間意識が芽生えるからだと思うわ。じゃあここは死後の世界ってことになるの？そう。だからあなたたちを巻き込んじゃって申し訳ないと思っているところなの。死なないの？やったー！キャンサーに勝てるじゃん。この世界で勝っても意味ねえだろ。現実で勝たないと。そっか。だからきっとこの先も私の仲間由来の遊びがひたすら続くだけ。それに付き合わせることなんてできないわ。と言ってここであんたらを置いていく私らじゃねえぜ。せや、仲間なんやろ。うんうん。乗りかかった船だしね。気が晴れるまで遊びまくりましょう。そんなことしてる場合か。まあ帰る方法すらわからねえけどさ。あなたたち、とりあえずは交代で休みましょう。あなたたちが先にどうぞ。わかった。じゃあお先に。あの、ユリッペさん、立花さん、どんな話でも聞くわよね、かなでちゃん。ええ、仲間だもの。ありがとうございます。聞いてもらいたいです。この状況を終わらせる方法を見つけるためにも、十円玉にみんなの指を乗せて、霊に来てもらう遊びって知っていますか？あるってことだけは知ってる。あれは決して遊びなんかでやってはいけないものだったんです。まさか、本当に霊が呼び出せたの？じゃないと説明できません。まあ、死後の世界があるぐらいだものね。でも、私を襲った出来事は、明らかに私を追い詰めようとする怪奇現象でした。うちの学校では、その遊びは、さとこちゃんと呼ばれていました。それは、この学校で昔、いじめにあって屋上から飛び降りて死んだ子の霊を呼び出すというものでした。すみません、遅れまして。よし、生徒会長も来たことだし始めよう。議題は霊のあれ。ええ、また授業中にパニックを起こした生徒が出たって2年 C 組の委員長から報告があったわ。昼休みに呼び出した霊が教室に居ついてしまったって言ってたな。これで何件目だろうね。みんなどうしてそんなことを。怖いもの見たさだろうな。バカな連中だ。霊が教室にいるという自己暗示にかかっているに過ぎない。それでパニックに陥るの？ああ、特に女性はそういうのに過敏だ。だったら放っておいても。けど校内で流行っていることは事実。生徒会長、これは由々しき事態だ。生徒会の権限で禁止にでもすればいいのかな。まずやるべきは、あんなものは嘘っぱちだって証明してやることじゃない。もしかして私たちでやってみるってこと？それ以外証明する方法はないだろ。カメラずっと回しておいてさ、その動画を見せれば説得力も増すさ。でももし本当だったらどうしよう。
怖い。大丈夫、霊なんて存在しないってば。テレビでやってる心霊現象なんて全て局の作り物だから。カナがそう言うなら。よし、決定。まず大きめのサイズの紙に円を描いて、その上にたくさん縦線を走らせるらしいわ。こう？そう。そしてその左右に、はいといいえを。そして下には、50音を書き連ねて。これでいい？いいわ。完成よ。この円は何なの？さあ。私はやり方を聞いてきただけだし、その子もこれが何かは知らないみたいだったわ。そうなんだ。そして縦線を走らせた円の上に10円玉を置く。これで準備は終わり。おい、見えるか？これから何が起きるか、カメラの向こうのみんなも一緒に見てくれよね。何も起きないことを証明するんだぞ。そんなアピールは不要だ。じゃあみんな、10円玉の上に指を置いて。ああ。おう。はい。そう？そう。じゃあ、恒例の呪文を唱えるわ。さとこちゃん、さとこちゃん。一緒に遊んでください。私たちは邪悪なものではありません。心優しいものの集まりです。だから安心してください。もし遊んでくれるなら、はいの方に移動してください。動いた。誰だ、力入れてるのは。私は入れてないわよ。入江さんは？もちろん入れてない。やだやだ。手を離したらダメだ。無理、怖いもの。カナが離しちゃった。さとこちゃん、さとこちゃん、まだいますか？もう動かない。これ以上は無駄だ。やめよう。いいのかよ、途中なのに。証明することには失敗したんだ。切り上げだ。カメラも止めろ。誰にも見せるな。この紙はどうするの？ただのゴミだ。こうして丸めて捨てるだけだ。さとこちゃんを終えるには帰ってもらう呪文を言わないといけないんだけど。ねえなんて存在しない。くだらない。こんなことに使う時間があるなら勉強していたい。帰らせてもらう。このまま解散していいの？しんのすけが帰るって言うし仕方ない。もう髪もぐちゃぐちゃだしね。私のせいでごめんなさい。いいんだよ、かな。私たちも帰ろ。うん。